アードモア蒸留所は、スコッチウイスキーの蒸留所の一つである。なお、ここではモルトを原料とするウイスキーのみを生産しており、シングルモルトウイスキーも出荷している。アードモア蒸留所は1898年に、ウィリアム・ティーチャーの息子アダムが、自らの会社のブレンドウイスキー、ティーチャーズ・ハイランド・クリームのための現象を確保するために、設立された。ギリーノーチの奥地。 アバディンシャーのハントリーのケネスモントを流れるボギー川のそばに建てられている。1955年に2機のポットスチルが追加され、1974年にはさらに4機のポットスチルが追加されたことで、設置されているポットスチルは合計8機となった。なお、この上流所はかつては独自に爆ガ製造会社と損製造会社を持っていたものの、 爆画の製造は1970年代半ばに中止し、ソンの製造も1980年代後半に中止した。以降は他社より爆画や樽を購入して生産している。また、2001年の初め頃までは石炭を燃料とした直火方式のポットスチルを使用して蒸留していたものの、その後は高温蒸気を用いた間接加熱方式のポットスチルでの蒸留に、 変更した。なお、2014年現在、日本のサントリーホールディングスが所有運営を行っている。アードモア蒸留所は限定商品ではあるものの、蒸留所単独の原種のみで作ったウイスキーを出荷している。アードモアのシングルモルトはアルコール度数46%に調整されており、犬足が描かれたシールを貼ったガラス瓶で販売されている。なお、 現代の一般的なウィスキーとは違って、アードモアのウィスキーはフィルタで露過をする際に、冷却を行っていないという特徴が見られる。アードモア蒸留所のシングルモルトウィスキーは、以下の通りである。以上の他に、ブレンデッドウィスキーの銘柄の一つである、ティーチャーズハイランドクリームの原種の一つとして、アードモア蒸留所の製品が使用されている。ありがとうございます。